平介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。156回目になりました。今日はですね、山の中からですね、はい、車の音が入ってしまいますが、秋口はから年越しぐらいは赤羽エリックさんの協力を得て、盛岡ロケやってました。そして年明けてからは、ダッキャンの協力を得て、私の山の、本拠地周りをずいぶんいろいろと、撮ってお届けしましたが、ついにですね、またしばらくどなたも一緒に、撮ってくださる方がいないということで、今日はあの山のですね、私のお世話になっている山のお医者さん、こっち行くと山の医者、こっち行くと、かつてはですね、高尾温泉といって、無料でというか、もうコンコンと湧き出るお湯に勝手にいつでも入れるというですね、私もよく夜中に入りに行ってましたけど、かつ怪しい出会いがあったりして、不思議な温泉地でしたが、ちょっと今行ってみると、もうホテルができちゃってね、勝手には取れないなというので、本当にいい感じのとこだったんですけど、今はもう何とも言えません。あのかつてここは、無料じゃありませんでしたかって聞きに行ったら、そんなのはもう昔のことですと怒られたことがありましたから、最近は近づかないようにしています。という微妙な、ここからのシリーズ何言ってるかというと、我が家がですね、かつてあるいは現在愛用している散歩や、入浴、観光、その他の場所をですね、オフシーズンならではっていう感じで行ってみようかなと思っています。156回目、1曲目はですね、久しぶりですね、ロードマップ、そして、場所は大塚ウェルカムバックですか、エリックさんと私2人でのロードマップをお届けしたいと思います。お聴きください。まずはもう勢いのある曲で行ってみましょう。
ばんは。さあ、少し歩きます。まあまだね2月ですから、残雪もいろいろあって、残雪というかまだ降るでしょうしね、今年はものすごい豪雪はなかったんですけど、今のところ。ただこう降って残って降って残って降って残ってと、まあ、溶けたり残ったりしての繰り返しなんで、全くなくなるっていう感じもあまりない、不思議な冬でしたが、お、なんだこれ、お、こんなところにギターがみたいな、一人なので無理やりいろいろ演出を考えています。このようにですね、なぜか雪の中にギターが立ってましたんで、ここから、番組の中盤をお届けしてみたいと思います。2曲目ですけれども、今年ももう早くも盛、岡の方に私は行ってまいりました。盛、岡の、ビートルズさんですね、まあ、ビートルズさんとクロスロードさんというのが今非常にお世話になっているお店ということになりますけども、ビートルズさんの方がこう撮影が しやすいもんですから、ビートルズさん中心にちょっとここ何週間かは、お届けしたいかなと思いますが、もう無理はしないというですね、かつて一緒にやってたマスピーさんが曲をつけてくれた、イメージは八丈島に、足しげく通っていた若い頃の曲でありますが、もう若いといっても30からまり20代ぐらいでね、こういうもう無理はしないなんていう曲を書いて歌ってたんだなと今になれば思います。聴いてみてください。どうぞ。
はい、もう無理はしない、いかがだったでしょうか。この番組でも何度かは取り上げている曲ではあります。そして、ここはその向きが変わってね、まあ、ギターがあったんでここに落ち着いてしまいましたけど、今はこっちが温泉、こっちへ行くと、山医者さんがあるところです。本日は休診という今のお医者さんのお父様がね、有名な本を書かれておりましたが、本日も休診でしたかね、山医者の、本で結構たくさんシリーズがあって有名な、本なんですけど、そこに今私時々通っています。まあ、混んでる、待ち時間、先生に会うまでに1時間半ぐらい今かかりますんで、まあ、私がなぜ通ってるかっていう話は、機会があればと思いますけど、あまり聞きたくもないと思うので、はしょります。さあ、寒いのとですね、ゲリラ的に誰もいないうちに取って逃げるみたいなことを続けなきゃいけないんで、ちゃちゃっと、行きますか。寒いんだもん今日なんか、君はよく聞くというですね、アグネス松本さんが曲をつけてくれた、誰だって話ですけどね、番組上はたまに名前が出るだけで、全く登場したことはありません。だって会えないんだもん、もう10年20年近く会ってないかな、ね、ということは曲も20年ぐらい前ということになりますね。君はよく聞く、君はよく聞くという曲を、これは赤羽の富岡カフェさんで1年ぶりに、直訳ロッカー王様の前座をやった時に、撮影したものです。どんな風に撮れてるか、お楽しみいただければと思います。156回目のソングス&ドックス、ちょっと奇抜な感じをやってみたんだけど、奇抜かどうか分かりません。まあ、この偶然雪の中にギターが立ってるというですね、無理やりなシチュエーションでお届けしました。3曲目、君はよく聞くをお楽しみください。どうもありがとうございます。